った。SKE48 の大富豪は終わらない。今日誕生日なんだ。ルイありがとう。プレゼント受け取ったんだけど、なんか自分のやつある。はい、やったー今日もこれありがとう。ハローハローハロー驚き方ちょっと今日はお便りでやります。なんとなく特に理由はない。じゃあ最初は4分からやろうかな。早速だけどやります。ちなみに私は大富豪です。大富豪から始めます。前回結構ずっと大富豪で始まって大富豪で終わったのかな、多分。自分の番聞こえちゃう、まあいいよ、そんな気にしている人ここまで使って勝とうとする人はもういいよよ4分からやれます。都落ちしてきます。じゃあ次ぐらいはできるかな。短冊ありがとう。タナパタナ行きます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1スタート。大富豪だった。何しようかな。結構しない。タイルーム降ってる。終わったー、イエーイ上がりました。大富豪です。大富豪になったぜ。
とう、ありがとう。早いでしょ。めっちゃカードの引き良かった。めちゃめちゃ良かった。先生ありがとうって。頑張れ。あとまだゲームは続いている。こんにちは、こんにちは。あとちょっとで終わる。またー。次は9分からやります。大富豪です。私は こんにちは。肌綺麗、ありがとう。次は9分からです。スマホほっとくとさ切れちゃう。ポニーテールです。いきます。9、8、7、6、5、4、3、2、1スタート。どう行こうかな。えい、来たました。大富豪です。めっちゃ早い。今回はまあまあちょい
最引き良いかどうかぐらいね。でもなんか考えようによっては意外といけた。次は13分からやります。おめでとう、ありがとう。なんかさ、私がさずっとさ配信で言ってるあの容量移すやつさ、さらに遅れてるんだけど全然届かないんだけど、また遅延、今日遅れて今日来るって書かれてたのにまたさらに遅れますみたいな、何日か後になってて全然届かないの。びっくりした、なんか間違えちゃったのか。いきます、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、スタート。なぜあらってわかんない、なんかしかも結構何日か経ってたからなんかのミスがあったのかな、遅延にさらに遅延みたいな。ピエン、誰もありがとうございます。バイバイ。どうだろう、なんとも中途半端なカードが残ってしまった。大富豪になりましたよ。大富豪になりましたよ。あ、切れた。待って、ちょっとね、あれあれどこだっけ、
次は18分からやります。音が増えてる。メッセージ投稿した。え、ごめん、18分過ぎてた。ごめんなさい。やっちゃったかな。じゃあどうしよう、一回って何分ぐらいなんだろう。一回の一回の何分ぐらいなの。メッセージ投稿してた。どうしよっか、何分がいい。23分ぐらいだったらまた戻ってこれるかな。みんな23分でいいか。23分でしよう。じゃあそれまで喋るね。何喋ろう何喋ろうか。本当ありがとうございます。まだ大富豪にしかなってない。眠い、ちょっと眠い。いつもさコーヒー飲んでんのに今日飲んでない。まだ飲んでないから。でも終わったら飲みます。日の光を浴びればいい。日の光を。キャノラジはいつ頃しますか。なんかやっぱうるさいって。どうしようか。うるさいって。どうしようね。次23分だよね。23分覚えた。そっ
か来週は握手会があるのか。再来週かな。コーヒー好きな、コーヒー毎日ないとダメな人だから。反則で大ヒミーと一緒にできるかもしれない。30秒前です。また、いい感じの時間やね。コーヒーをミルク入れるよ。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。やった。ミルクは入れて、ガムシロップは入れないかな。もう入れられちゃうやつだったら全然無視でとかは言わないけど、本当に集中したい時、寝ちゃダメな時はブラック。どうしよう。もう弱いのしかない。めっちゃこの人強いの出してくる。終わった。はい、終わった。はい、終わった。早く落ちした。ありがとうございます。あと3と4と5とハートの全部階段して、あと8があった。私ちょっとだったけど、一人なんかめっちゃ来てるなって思ったら、やっぱり来た。不合になろうかな、どうしよう。
かな。バレる人、燃える人。次30分からで、ラスト行こっかな。あくびばっかしちゃうのやばいよ。それの始まるまで一回もしてなかった。アイコンもカードも全部自分のだよ。終わった。何がいい？大貧民富豪になるか、どっちがいいと思う？いたしまして。不幸の女行きますか。どういたしまして。いい感じじゃないけど、自分で遊び始めちゃった。自分と会話したよ。自分で自分と会話した。忖度忖度ラストかな。またやろうね。全然よーよー、あと20秒くらいだよー。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。早っ。早い。だいたい4人中さ、私とで、あとで喋ります。どうしようかな。
後の人なんか忖度してくれてそんな感じ。どうなんだろう、ちゃうかな、分からん。大富豪になりました。だいたい4人でやってさ、そのうちさ1人が私でさ、もう2人がだいたい私の称号を使ってたりとか、なんかカード使ってたりして、もう1人が他のメンバーっていう割合が多いかな。結構全然違う時もあるけどね。ということで今回も大富豪で始まり大富豪で終わりました。タイリウムもね降ってくれてる。はい、ということで第5号配信終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとう。なんか大富豪終わったけど、なんか喋ることあったっけな。あ、キャノラジまたやりたいので、よかったらお便り送ってください。あとなんだろうね、オンライン握手会が来週ちょうど1週間後かなにありますので、よろしくお願いします。って感じやね。あとはありがとう、こちらこそ。お疲れ、ありがとう。一位だよ、やったねが聞こえた。お、一位だよ、やったね。はい、ね、そうね、そう、他県の人もね早くやりたいよね。
態宣言での公演はどうでしょう。多分今まで紙振りがやっててエッセン上使えてなかったからこれからじゃない、わかんないけど、どうでしょう。多分ね、いや分かんないけど、分からんとよ。あとありがとうございます、ありがとうハート、ありがとうウサギ。みんなそんなに見たいんですか？こんにちは。もう終わりだけどね。大富豪は終わりました。見たい？午後から何するの？ですね、今日久々に今日もやりますよ、ズーム飲み会。本当はね、なんか地方に今いる大学の友達と、なんか本当は直接会って遊びたかったけど、でもさ、ちょっとまあねって感じじゃん、あんまりって感じじゃん。私の周りでもコロナの人とかもいるし、あんまりなんかなって思って、だからズーム飲みします。新しいコップを使ってアイス入れて、前言って配信で言ってたアイスの実と一緒に食べるやつをやる。アイスいっぱい買ってきたの、箱買いしたのプラスなんかね5種類ぐらいね、なんかいろいろ買ってきて、その中にアイスの実もあるので、そちらを、お酒と一緒に、ちょっと映えな感じで写真撮ってから飲もうって思っておりますね。だから今日は夜までにいろいろやることやって、やることはまだまだいっぱいあるのでやりたいと思います。
いなキャノラジオ送ってください。お酒は何が好きですか？なんだろうね。前に言ったなんかなんだっけ、ハイボールの梅のやつだっけ。梅酒とかも普通に、てか梅好き。家とかでさ、梅なんていうの、梅ジュースとか梅とか作ってるから、今お家にも届いててあって、大量の梅と、あと梅ジュースの液のやつをいつもお水で割って毎日飲んでます。炭酸水とかとね割って飲んでも美味しいしって感じかな。何飲むの、ワインとか、リア充かな、まあ、リアルには充実してるか。ワインはそんな飲んでないね最近ね。なんかあれ好き、名前が出てこなかった名前が出てこなかった。なんか私さ、名前が、ものの名前とかがさ、パッと普通のものとかでもさ出てこないんだよね。なんか記憶力の問題なのかな、何なのかわかんないんだけど、こう何なんだろう、自分があれ喋りたいみたいな話があってもそのものが言葉として出てこない、なんだっけみたいな、記憶がないのかな。この現象の名前が分かる人いたら教えてください。ビールも好き。じゃあもうそんな感じで終わりにしようかな。お昼ご飯がない、あ、ご飯あれば。でもすごいね、でもなんか普段からそうなんだよね、本当にこれはね嫌だ自分でもどうにかしたい、言葉が出てこないっていう。じゃあ皆さんもランチタイムにしてください。私もランチタイムにします。今日は朝はいつも通りオートミールと豆乳を温めたやつにプロテイン入ってるシリアルみたいなのを入れて、あとヨーグルトも食べました。お昼はご飯、お米を食べようかな。あ、じゃあバイバイ、終わりにします。ありがとうございました。バイバイ。